AMC 企画第27回森田明夫の忘れられない贈り物。本日は小説森田明夫学校の著者で作家の江鳩哲夫さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、この江鳩さんの書かれたこの森田明夫学校、これを書かれることになったきっかけというのはどんなことだったんですか？もう二十数年前になりますが、はい、森田さんが亡くなられて間もなくですね、プレジデントという雑誌の編集長と話す機会がありまして、はい、で何かやらないかということだったんですが、うん、私は森田さんに直に会ってお話を聞いたりする機会はなかったんですけども、うん、講演会を聞かせていただいて、その明快な論旨と、うん、で明るい雰囲気、うん、読者を喜ばせるユーモアというか、三位一体の魅力にですね、うん、とても惹かれてましたんで、でそういう提案をプレジデントの編集長からされた時に、うん、森田明夫さんどう、うん、たらで一文にもなく飛びついてきまして、森田明夫さん亡くなってましたんで、森田明夫さんに教えを受けた弟子たち、ソニーの創創期を支えた弟子たちの活躍を通じて、森田明夫さんを浮き彫りにしよう、そういうことで話が固まって、それからその弟子たちに取材をすることによって、森田像というのを自分の中で深めてきました、それがお付き合いです。その森田さんと資料を通じ、あるいは部下たちの証言を通じて2年付き合ってですね、その後単行本にするのにもまたもう一遍手直ししましたんで、ほぼ3年間付き合っていくうちにですね、森田さんというのは本当に魅力的な人だなというふうにしみじみと感じたんで、後書きが濃厚なものになりまして、普通物書きが評伝を書くときに、人物像を書くときに、距離を取らなきゃいけないですよね。ある程度そうです。客観性が保証されないじゃないですか、あんまりのめり込んで提灯担ぐようなことをしちゃいけないという気持ちが、どの作家にもあるんですけども、森田さんに関してはその金を犯してもですね、本当に森田さんに対して感じた僕の思いを伝えたいということで、濃厚なラブレターのような後書きをですね、最初にちょっと読んで紹介したいんですが、よろしいでしょうか？ぜひお願いします。少し、前後は省きますが、多くの証言者から話を聞き、それらを付き合わせて組み合わせて、私の脳裏の森田明夫像が次第に色濃くになるにつれ、心中をひたひたと満たしてくる感情があった。嬉しさと言えばいいか、晴れがましさと言えばいいか、もちろん驚嘆もある。それらが混然となって、何か体中が温かくなるような感情である。こんなに見事な男がこの日本に生まれ、敗戦直後の焦土から高度成長期を経て、世界に冠たる経済大国となる過程で、日本人の顔として地球を我が庭のように駆け回り、世界中で活動していたのだ。同胞として誠にありがたいではないか。この見事さをきっちりと書き残さずに置くものかという気にさせられた。で、証言してくれた人の多くはソニーの OB であるが、彼らは森田の活動を語るときにしばしば嬉しそうな表情になり、そこで彼はこう言ったんだよと、森田の独特の口調を真似るのだった。森田さんってさしすせそがちょっと言いにくいんですよね。さしすとか、ね、そうなるんですね、可能性というのを可能性というようなとても愛らしい口調になるんですが、それを皆さん嬉しそうに真似するんですよね。で、その
様子からこの人たちはこんなにも森田を愛していたのだとストレートにその思いが伝わってきた、うん、資料で森田と接したに過ぎない私にも彼らの表情に合点がいった。話を聞きながらも私も同じ表情になっていたかもしれない。もちろん森田の部下に対する仕事の欲求水準は極めて高く厳しかったにもかかわらず、部下たちからはいつまでも口調を真似られるほど森田は大きな魅力、愛しさを持っていたと。この森田さんの魅力は私の本を読んでくれた読者にも伝わったと見えて、うん、私の友達でですね、某出版社中堅の質のいい本を出す会社なんですが、うん、そこの社員で友人がいたんですけれども、その人はですね、学生時代学生運動やっててかなり熱心にやってて、それから会社に入ってからも組合運動をかなり熱心にやってたと、そういう男なんですが、この本を読んだらですね、その感想の第一声がこんな社長のことだったら俺も一生懸命働いたよとそういうふうに言ってたんですが、そんなにまあ反経営的な感覚を持った男でさえも仕事に邁進させるような森田さんの生き様というのがこの本には現れております。江端さんとしてなんか面白かったなというか、なんか印象に残っているものとかってあります？そうですね、僕もつまり部下たちをこんなに愛させた森田さんっていうのは、どこがそんなに魅力的だったのか、どこがそんなに愛しく思える振る舞いだったのか、それをちょっと再確認したいと思いまして、ちょっと読み直してですね、そういう部分にこの付箋を入れていったらこんなにたくさんなっちゃったんですよ。まあ中でもですね、これが大きいんじゃないかなというものをいくつか取り出して少し読んでみます、はい、お願いします。でソニーがですね、まだ東京通信工業と言ってた時代ですが、庶民にですねビッグヒットを出した一番最初の製品というのはテープレコーダーなんですよね、でこのテープレコーダーを担当した人がいるんですが、この人はですね、早稲田の、専門課程を出まして、ソニーの新人社員第1号として入社した人なんですけれども、はい、この人がですね、テープレコーダーの開設を任されたんですよ、開発を。で、これというのは普通の会社ではありえない、そんなに重大な製品なんですから、もう少しベテランでですね、技術の程度が分かっている人、技術水準に信頼を持てる人、そういう人に頼むかと思うんですが、森田さんはその若造に任せたんですよね。で、若造は任されて一生懸命になって開発を始めるんですが、テープレコーダーを作るときに一番大事なのは音を録音するときのそのテープですね、それからそのテープの上に貼り付く磁性帯、音を録音するための磁力を持った何か、薬品ですね、この2つがないと録音はテープレコーダーはできないんですけれども、その人がですね、その任された木原さんがもうあっちこっち探してですね、この薬品だったら録音するのに向いてるんじゃないかと思って発見したものをあれこれですね、検討してもうこれしかないということで森田さんのところに相談に行きます、その時に森田さんがそばを通り抜けた時に声かけて、森田さんちょっといいですか、何ですかと、例のテープレコーダーの磁性子ですが、磁力を持つ粉ですが、これを試してみたいんですよ、週3第2節を買っていただけませんか。で、森田さんはその資料をしばらく読みふけていた。その後本を閉じて木原さんにこう言ったんです。神田に俺の知っている薬問屋があるから、これからそこに行ってみないか。これからですか。びっくりするわけです。すぐその場でそういうふうに言われたわけですから、この時代というのはね、本当にそういう薬品というのはもうそんなにもう戦後すぐですから、まずだから手に入ることももう難しい、手に入らない、それからそれを置いている薬問屋がどこにあるかというのも普通は分からない、分かんないですよね。だけど
森田さんは秋葉原と神田とか、もう後に電気街になる穴取りをしょっちゅう歩き回ってたんで、そこに知り合いをもう作っちゃってたんですね。それで、森田さん2人で飛んでいってですね、秋葉原の薬問屋街の中、秋葉原じゃなかった、神田の薬問屋街の中をあちこち歩き回ります。で一応その知り合いの店を見つけて行ったんですが、親父さん、お宅に週3大二鉄ってありませんか。そしたら店の主人が店内のあちらこちらを探して、すまなそうに、うちにはありませんね。で森田さん、木原さん、そこでがっくりして諦めるかと思ったら、木原を振り返った森田に少しの落胆の表情はなかった。それから2人は薬問屋街を足が棒になるほど歩き回り、ようやく週3大二鉄の黄色い粉の入った試薬瓶を2つだけ探し当てた。こういうふうにですね、森田さんは率先垂範して、その開発の現場第一線に自分が飛び込んでいくと。でそこで一番最初に自分が走り回ると、そういうことをためらわない人なんですよね。それでね、その後今度磁性鉄だけじゃなくて紙も必要なんですよね。その磁性鉄を上に塗る紙、あ、今みたいにテープはあれですね、テープなんかないわけないわけです。紙で作ろうとしてて、一応セロテープを試したんですが、セロテープは耐久性がないもんですから、ちょっとやるともう使えなくなっちゃうんですよね。でこれではダメだということで、木原さん以外に紙の担当者を任せたんですが、その人はそれまで三菱重工でゼロ線の改良をしてた、開発をしてた人なんですが、その人に紙の調達を任せたんですよね。これもさっきのですね、目の前にいる人にこれやってくれと頼むのということと同じでもって、飛行機の開発と用紙の開発とではまるで違うんですけども、森田さんはためらうことなく、もうできるに違いないと思ってやらせるわけですよね。でしかしその紙の開発っていうのもなかなかそれにふさわしい紙っていうのは見つからないで、その任された三菱重工出身の人が悲鳴を上げるわけです。そこで森田さんは、いや僕の遠縁に紙開発をやってる本州製紙の男がいるから、そいつのところを頼んでみようと、でこれから行かないかと言うんで行くことになるんですが、それがですね、その本州製紙のある大阪に向かう東海道本線にその人とそれから森田さんと一緒に乗ったんですが、8時間ぎっしりと混み合う電車の中にいたわけです、それで相手のところに着いて、でその事情を話して、でテープレコーダー の素材にするんだから、薄くて丈夫で滑らかな紙を作ってくれませんかと言ったんですが、その人はもう新しいものを作らなきゃなんない、うちにある紙では間に合わないということを言って、で新しい紙じゃあ作ってくれよと、でどのくらいいるんだと言ったら100ポンドだ。で100ポンドっていうのは40数キロらしいんですよね。でそんなんじゃ商売にならないからとても引き受けられないよ、でそれでうまくいくかどうか分かんないじゃないかと、投資をするんならいいが、これでは投機になってしまうと、帰ってくるかどうか分かんないと言った時に、森田さんが、いやそんなことはないですよ、試作機は本当にしっかりした音が出ているんだ、今に日本中が、いや世界中がこれを必要とするようになる、お宅にも世界中から注文が殺到しますよと、今ここで私が読んだってそれほど説得力がないかもしれませんが、森田さんのですね、その口説きっていうのはただごとじゃないんですよね。でどうしてただごとじゃない説得力が森田さんの口調から出てくるかっていうと、森田さんはつまりテープレコーダーがこれで開発できるんだと、それでそれは絶対世界に必要とされるんだ、世界に必要とされたらお前は必ず儲かるんだと、それを確信してるんですよね。でそういうふうに自分がやろうとすることを
それほど強く確信できるっていうのは、これは能力というのか才能というのか、どういう言葉で表したらいいか分かりませんけども、森田さんは自分がやることなすこといつもそういう気持ちを持って取り組むことができる人なんですね。まだこの頃のその東京通信工業っていうのは、うん、まあ言ってみれば本当にもうベンチャーの小企業ですよね。もう誰も知らない企業の、はいはい、なのにそうやってまあ大きな大手の企業にも堂々と言ってこうその自分の会社自分のこの新しい製品をこうもうプレゼンするっていう、うん、そのプレゼン能力っていうのは本当も計り知れないものだったんでしょうね。ねえ、それがどこから出てきたのか、どこから森田さんに備わってたのか、うん、あるところまで成功を積み重ねれば、うん、そういう説得力を持つのは分かりますけれども、うん、だけどまだ一番最初のヒット商品が出てない時なんですから、まだテープレコーダー G 型の前ですよね。多分全然、うん、テープレコーダーそのものがまずできてない、まあ、ないですもんね、うん、その時にどうしてこれほどの確信を持てたのか、うん、何かに成功する人っていうのは成功体験の前に確信があるんですね、うん、で森田さんというのは伊深さんもそうですけども、うん、成功する経営者っていうのはほとんどみんなそういう方ですよね、うん、おそらく森田さんは自分も何でもできるんだと、で人はみんなその何だろう、バラエティに富んだ才能を授かっていて何か一つにしかやってないなんていうことは自分にとっては信じられない、何をやったって一生懸命やればできるようになるんだという確信があったんでしょうね。その確信というのはこの辺はもちろん推測ですけれども、森田さんは常滑の15代続く森田さんで15代になる酒屋さんですか、うん、の跡取りに生まれて、でそのお父様が森田さんの小さい頃からその経営者じゃなきゃお父様じゃなきゃ出席できないような会議にも連れて行って、うん、それの場面を見せて自分にも体験させたと。でおそらくそういう経験を小さい頃からしたことが森田さんが天賦に備わっていた能力をさらに強化したんじゃないでしょうかね、うん、この辺は推測ですけれども、その後森田さんに現れる経営者としてのいろんな能力っていうのはその時に身についたんではないかというふうに思っています。東京通信工業を始めて初期の頃からその世界にも目を向けてましたよね、はいはい、それっていうのはやはりその何かその森田さんはまあ戦時中に海軍でしたっけな、ね、はいはい、おられていろいろされて、やっぱそういうところの経験もやっぱり何かあったからこそなんですかね、世界に向いてたのは。おそらくですね、日本人の大半は戦争に負けて欧米特にアメリカに対する劣等感を持ったと思うんですよ、うん、でしょげちゃったと思うんですよね、うん、ところが森田さん、伊深さん、この2人はですね、それがないんですよね。で、どうしてないかと、これも私の推測ですが、うん、2人とも本物の技術者なんですよ、うん、で、技術者っていうのはそのめげたりしょげたりするんじゃなくて自分より優れた人には学ぼうと、そういう気持ちがあるんですよね、うんうん、で、戦争中にもう戦争の最後の頃になると2人とも海外の通信を傍受してましたんで負けるということは分かっていて、でそれだけじゃなくてアメリカの優れたその技術水準というのをよく知ってたわけです。でその技術水準にめげるんではなくて、あれを俺たちは学ばなきゃいけない、あれをものにしてさらにその先行かなきゃいけないということを森田さん、優香さんは強く思ってたと思います、うん、めげるんではない先生として見てた、うん、だからその自分たちが東京通信工業を起こした時もこれからはちゃんと技術の先生であるところの欧米特にアメリカを見てアメリカを乗り越えていこうねというのが2人の申し合わせだったんですね。まあ、それがあってこそ日本初のトランジスタラジオがもう海外でもヒットして、
そこからこの海外、世界におけるこの東京通信工業、はい、ソニーが生まれた、うん、ということになるんですよね、はい、いやこれがその森田さんの言った素晴らしい言葉だなということで、ずっと後々までですね言われ続けられている言葉なんで、ぜひご紹介したいなと思うんですが、はい、そのトランジスタラジオをですねどんどん売るために、日本の出店だけじゃ間に合わないと、で向こうで有力な販売会社そこに依頼しようということで、うん、頼みに行ってですね、いろいろ条件を詰めていったんですけども、でブローバーとしてはですね、いや扱いましょうと、うん、で森田さんも今までの努力の甲斐があったなとほっとしたんですが、ところがですね、ブローバーの、ラジオ部長が、御社のトランジスタラジオは完璧ですと、2年間で10万台買う契約を結びたい、で喜んだわけですよ。10万台ってその頃だったらもうとんでもない数字ですね。とんでもない数字ですね。でその後言ったセリフが困ったことで、ただしブランドは当社のものをつけてもらいます。半信半疑の期待感にたちまち冷水が浴びせられた。その申し出は森田の世界戦略と全く相入れないものだった。森田はその当時ソニーという名前をつけてたんですが、せっかくのソニーブランドをですね世界中に広めたかったのに、ブローバーの名前では嫌なんですよ。もちろん、もう要するに下請け業者の一つになってしまうってことですよね。はい、だけど本国のソニーは今資金繰りで大変に困っている時なんです。森田さんのご実家の確か田んぼや畑を売ったとか、なんかそういう噂エピソードありましたね。そういうぐらいの時だったんで、いやこれはお金にはなるけどってちょっと迷いもあったんで、で本社に電報を打ったんです。そしたら本社の方から、断るのはもったいない、注文を受けよという電報が返ってくるわけです。森田さんはまあ悩みました。それで次の日、ブローバー社の若いマネージャーと会った森田さんは、一晩かかって決めておいた信念を言います。お宅がブローバーの名前をつけるというんでは売ることはできませんと、そしたら若いマネージャーがですねびっくりしてこういうことを言ったんです。我が社は50年かかってブローバーという広く世に知られたブランドを確立したんですよ。それを利用しないのは愚かなことじゃないか。この広いアメリカで誰も知らないソニーなんてブランドが売れると思ってるのか。でこの時に森田が言い返した言葉が後に伝説として語り継がれるようになる言葉なんです。で森田はこう言いました。50年前には汽車のブランドも今のソニーと同様誰も知らなかったでしょう。我が社は今その50年の第一歩を踏み出そうとしているのです。50年後はソニーも汽車に負けない有名ブランドになっているでしょう。マネージャーは肩をすくめ、もう森田を説得しようとしなかった。足早にブローバーの立派な建物を後にするとき、森田は思った。10万台の注文は捨てたが、これで少しフィリップスに近づいたと。フィリップスというのは目指す会社だったんですが、このセリフすごいじゃないですか。50年前にあなたが、ブローバーが進んだ第一歩、今私が進めようとしてるんですと言いたいですよね。そしてそれがまさしく本当になりましたもんね。本当になった。それを超えるようになっちゃったんですよね。やはりそこはその経営者としてのこのブランドの大切さっていうのはもう感じてたんでしょうね。やっぱりさっき革新の話をしましたけども、目に見えないもの、目に見えない自分の成功、目に見えない自分の姿、ソニーの姿を思い浮かべてこうなるに決まってると思い込む力があるんですよね。森田さんにはそういう力がある。そしてその、ね、ソニーというブランドだけじゃなくて、きっと森田さんは部下たちが最大限にこう活動できるような、そういうなんか見る能力もあったんですかね。経営学のジャンルでは、その人間の能力を
目いっぱい育てるにはこういうことが必要だという言われている言葉がいくつかあるんですけども、その中で適材適所という言葉ありますよね、うん、ありますね。適当な人材を適当な部署につけるって、うん、これってなんか筋が通っている、理屈が通っているようで、多くの人が、うん、いい言葉だしその通りじゃないのと思うかもしれませんが、うんうん、私はですね、まあ、いろんな経営実態をあれこれ見てきて、いやこの言葉は違うなという気持ちが強いんですよね、うん、例えばさっきのですね、トランジスタ開発の木原さんなんかもですね、あの新入社員として入ってきて間もなくですね、テープレコーダーの開発の仕事を任されるわけですよね、それで立派に開発したわけですよ。しかも最初はこんなでっかいの、それから中ぐらいの、それで最後はこんなちっちゃいの、いうふうにどんどん新しいものを開発できたわけです。でそれはつまり最初は全く新人なんですから、適材適所の、理屈が通らないですよね。適材かどうか分かんないんですよ、うんうん、そうじゃなくてやらせてみて、ちゃんといろんなふうにバックアップをして励ましもし、それからいろんな材料も買ってあげて、いろんな材料も作ってあげて、そういうふうにバックアップすると、その人はちゃんと能力、その難しい仕事にふさわしい能力を身につけるわけですよ。で、森田さんが人事で見せてきた姿というのはいつもそうなんですよね。適材適所じゃなくて、自分の身近にした人、あるいはまあ少しはあいつ見どころあると思ったやつ、それをその仕事に就かせてみて、で就かせた後はですね、その人ちゃんとバックアップする。それから最も大事なのは、お前はできるんだという暗示を吹き込む、そういうふうにその人本人も思わせる、そういうことができる人で、つまり、そういうことができる人には適材適所じゃなくて、仕事が人を作る、仕事が能力を引き出すということができて、でこの言葉の方が人材育成にとっては重要なんじゃないかなと、僕はいろんな事例を見、それからまさに森田さんの実例を見てそう思ってますね。森田さんから、この仕事を任されて、自分の専門ではないようなところでもこうどうやったらいいんだろうって、なんか結構本の中にもなんか徹夜してこう、いろいろ議論したとかっていうのがたくさんありますよね。はいはいはい、そうだ、あれはですね、森田さん、伊深さんが、そのすごい経営者なのにもかかわらず、ブッカーにですね、トップダウンの命令を与えて、お前俺のやる通りやっておけば間違いないんだよという態度は一切取らないんですよね、そうじゃなくてフラットに、その商品開発にしても広告戦略にしても、部下の知恵アイデアも同じ目線で受け止めて、それをちゃんと自分の中で咀嚼して、向こうが良いと、部下が良いと思えば部下の案を取ると、そういうことをしてきた人、できた人、でこれも多分ですね、さっき、技術に関して、アメリカに負けてるからってペションとするんじゃなくて、アメリカで学ぼうという気持ちが強かったというじゃないですか、言ったじゃないですか、今のですね、アイディアを戦わす時も技術者的な姿勢というのがあって、技術者は上司だからって相手部下を言い負かせば自分の技術の方が優れてるってことにならないですよね、でそれはいろんな商品開発にしても、それから広告開発にしても、ソニーという名称をつける時も同じなわけで、トップダウンじゃなくてですね、その関わる部下たちをみんな集めて、集中を集め、主義を集めて決めると、そういう文化というかやり方をしてるんですよね。で今 そのソニーという名前を決める時でさえもそうだったんですけれども、まずそういう東京通信工業じゃなくてですね、
ソニーにしようというふうに、どういうきっかけでそういう機運が生まれたかっていうと、うん、森田さんがアメリカに行って商談をするときにですね、お前どこから来たんだと言われたときに、東通工っていうと東中工としか言ってくれないんですよ発音できないかもしれないですね。そうなん、東通が発音しにくいんでしょうね。それから、それを井深さんとそういう話をしてたときに、井深さんは東通工なら、東中工ならまだいいよ、俺なんかイビューカって呼ばれるんだぜってそうか、BU がビューになりますね。そうですね。それで、その社名が発音されないんじゃ困ると、うん、だから発音できるようなものにしようじゃないかと、うん、でそれは井深さんと森田さんですぐその気になってですね、さてそれからその社名を新しくしようという話なんですが、話になったんですが、うん、まずですね、森田さんが一応基本方針を決めるんです。で基本方針は一つは、アルファベットで読めるものにしようと、で使うアルファベットの数は少なくするぞ、うん、ということです。少なければ覚えてもらいやすいじゃないか、うん、もう一つは世界中のどこの国でも読み違いされずに耳に心地よく響く、そういう方針のもとに社名それからブランド名を決めなきゃいけないということになったんですが、ここからがすごいんですよね。この2つの、今言った2つの方針というのは井深さんと森田さんで了解し合ったんですが、これを元にして幹部社員からもアイデアを募ろうということになった。でここに名前がいっぱい出てくるんですが、樋口や笠原、岩村を会議室に招集して森田の基本方針を伝えた。数日後、一同が会議室に集まった。こうした重要会議は要徹して行われるのが東通工の慣例となっていた、うん、つまり今までも何度も何度もですね、重要な会議は大勢で決めるんですよ、うん、まあ幹部社員ですけども、うん、それとも森田さんと井深さんだけで決めちゃうというようなことはない、あるいは井深さんが上からこれでやれということはないわけです、うんうん、それでしかもですね、その大勢の衆議というの、議論というのが徹底的だったということが次の言葉でわかります。今日は家に帰らないと言ってきましたよ笠原が言った。前田のことだから私なんてもういいもしませんよ樋口があっさりと言い、みんなも俺もそうだ私もそうだと言い、口を揃えた。東通工では重要なテーマは徹夜をしてもとことん議論し合い、根回しや馴れ合いで決めることはなかった。井深や森田の人格そのものがそのままビジネスの流儀になっていた。それは自然と幹部の意識を高め、従業員たちにも伝わっていた。もう少し読みますと、厳然たる判定者である技術を相手にしているから、根回しも馴れ合いも通用しないという感覚になるのは自然だろうが、経営トップたちの徹夜の会議は東通工独特の率直に徹底的に目標を追求するという社風につながっていた、うん、と、まあ、私は書き、それからそれがきっと社風となってですね、それ以降もソニーの素晴らしさという、素晴らしい技術開発、まあ、松下にですねモルモットがいるかな、そんなようなことを言わせた技術革新の先端を走る会社にしたいった原料原点だと思いますね、まあ、ソニーでは、まあ、海外特に、まあ、アメリカでこういろいろ、はい、販売を広げるために、まあ、当初はその現地のアメリカの代理店等を、はい、まあ、使ってたんですが、はい、森田さんはやはり、まあ、それをやりながらやっぱり納得いかず自分のやりたいことっていうのがあったようで、そこで少しアクションを起こされたんですよね。デルモニコはアメリカの優秀な販売会社だったんですけれども、結局そういう会社ですからソニーというものを育てていこうとか、ソニーが優秀な会社として世界で認められるということには関心なくて、一番関心あることは自分たちが儲けることなんですよね、うんうん、
でその儲けるためにまあ森田さんにとってはとても気に入らないことをですねいくつもやってのけるんですけども、うん、その一つはですねソニー製品を質より量で勝負しようとしてですね、ソニーの、これはトランジスタラジオなんですが40ドルの製品を半分の20ドルで売れるような価格帯の方にまで押し下げてくれと。でそれはまあそれまでは日本の製品に求められた、まあ、安かろう悪かろうの方向に品揃えをするということで、うん、森田さんにとっては本当に気に入らないことなんですよね。まあもうそこではない差別化をしようとされてたんですよね。そうですそうです。つまり日本の製品は高かろうよかろうというものであるんだよというふうに、うん、ソニーはそういう商品イメージを作りたかったわけです、うん、それからもう一つがですねまあこれもデルモニコ儲けだけを目指すデルモニコらしいんですがその大都市ニューヨークを中心とした大都市だけで売ってで地方都市は行かないようにその方が、まあ、生産性が上がるわけコストパフォーマンスが高いんですよね。でそれも森田さんとしてはそのソニー製品というのはアメリカ中に広げたい、うん、都市部だけで広がったってそれは狭いんだというふうに思ってたんで、うん、もうデルモニコに対してですねいつも文句を言って、うん、いくらあんたのとこが優秀な販売会社だって、うん、もうそのうち手を切るよということをずっと言ってたんです、うんまあ、ただ手を切ると言っても、はい、そう簡単に切れるようなもんではない、はい、でももう手を切って自社でもって販売網を作ろうということに森田さんは軌道を変えたんですよね。でだけどデルモニコとは一応販売契約があるもんですからそれをどこで手をうまく切るか、うん、でそうやってデルモニコのミスを待ち構えていたらミスをしたんです、うん、でどういうことかというと、トランジスタテレビを作った時に勝手にですね広告無視売り出しちゃったんですよでそれに森田さんがクレームをつけたらいやこれは最初の販売契約に入ってるはずだとでつまりトランジスタで作られた製品はみんな売ってもいいはずだっていうんでテレビも売っていいはずだって言ったんですけども、うんうん、契約書を細かに見ていくとそうはそこまでは許してないということが、うんまあ、分かるような契約書になってるんで、うん最後にですね裁判沙汰を起こして手を切ったんです。でそうすると今度は自前で流通も作らなきゃいけないじゃないですか、この時にまた森田さんがですね素敵なシーンを見せてくれるんですよね。これが僕の好きなシーンなんですがそれまでデルモニコに置いてた在庫をですねそこから引き上げてきて別に急遽借りた倉庫に移さなきゃなんない。この時のシーンなんですが、ですね、そのたくさんの在庫があったもんですから、これはですね、トレーラーの大きさまでは取材しきってはなかったですけども、それが4台来たんだそうです。あ、8台来たんだそうです。で、もちろんそのそれを、扱う米国人の従業員も何人も来てたんですけれども彼らは着ていた厚手のオーバーコートを作業服に着替えて段ボール箱を重ねて両手に抱えてせっせと運び始めた。運んでも箱の数は減らないように見えた。森田さんもその一人になって手伝うんですよね、うん、やがて一人が作業服を脱ぐとすぐに皆が後に続いた。森田さんはサンドイッチを買ってきて皆それを頬張りながら作業を続けた。明け方にそれを全部積み終わった途端にやったなと森田がその場にへたり込んで吐息をもらした。全員足を引きずって事務所に向かった。森田が先に立ってインスタントコーヒーを入れた。
一口すすってから森田が言った。うまいな、鈴木が応じた。こんなうまいコーヒーはもう一生飲めないでしょうね。大河内も鈴木の言葉に大いに共感していたが、口を開く元気はなかった。つまりここでですね、森田さんの本当にフラットな姿勢というのがまざまざと浮かんできてですね、こういうふうに社長だからちょっと立場は違うんだって言って違う仕事をやる、みんなが苦労して運んでるところを自分はそれは手伝わないで見てるみたいな、ね、そういうんじゃない、一体化して仲間となって自分が今やらなきゃいけない仕事をやるっていう、その姿勢がこのシーンに象徴的に現れていると思って、このシーン、あのシーンが好きなんですけども、でさっきですね、森田さんはアメリカに負けたことをあのでしょげたりしてないと、学ぶ相手だ、追い越す相手だと思ってた、でそういうインターナショナルな感覚、価値観、感情を持ってたんですが、でも一方でですね、ナショナルな、あの大和魂じゃないかな、日本人ここにありみたいな気持ちも持ってるんですよね。でそれがあの書いた本の中に時々出てくるんですが、家族揃ってですね、アメリカに行った時に子供さんたちの学校を見つけなきゃいけない、で森田さんがあっちこっち飛び回ってですね、うちの子を入れてくれませんかと口説いて回ったんですが、なかなか入れてくれないんですよね。それはまあ短期的だとか急だとかいうこともあったんでしょうけども、やっぱり日本人差別というのもあったように思えるんですが、で森田さんがある時ですね、また新しい学校に行って口説いてたんですが、校長はやっぱりいい顔をしなくって、森田さんは内心諦めていた、でその時ですね、森田さんに電話がかかってきた、でその電話は誰からかというと、ロバート・ケネディ、つまりあのケネディ大統領の弟さんです、もう大統領は亡くなってましたけれども、それで電話に出てですね、何でしょうか、省庁かと言って、それであれこれ親しげに話してたんですね。そして電話が終わった。そしたら今までですね、いい顔をしなかった校長が、ミスター森田、あなたのお子さんを当校で受け入れましょうと。コロッと変わったんです。コロッと手のひら変わったんですよね。で、それはありがとうございます。森田はとりあえずお礼を言ったが、後日丁寧な断り状をその校長に送った。つまりやっぱり日本人を差別するような校長のいる学校にはうちの子供は入れたくないという精神の表れですよね。もう一つですね、面白い森田さんの愛国心、割と早いこと早めに森田は五番街にショールームを作ってたんですけども、ある日部下に、おい、ショールームに日の丸をあげようじゃないかと、でここは日本の会社なんだ、俺も君も日本の代表なんだぜ、五番街にはカナダの国旗もブラジルの国旗も上がっているのに日の丸は影も形もない、それだったら我々であげようじゃないかと言ってあげることを試みるんですが、ニューヨークには全然日照旗がなかったんですよね。それで日本に日照旗を送ってくれと依頼をして、で東京本社から一月後に日の丸が届きました。1963年7月23日、白地に赤の日の丸がニューヨークの五番街にへんぽんと翻った。それはニューヨーク存在の日本人を奮い立たせ、感涙にむせばせた。彼らからソニーアメリカには何本も電話がかかってきた。で森田さんはこんな電話を受けたこともある。森田さん、とうとうやってくれましたね。はあ、斎藤レストランの斎藤元ですが、よく日の丸をあげてくれました。私は嬉しくて嬉しくてならないんです。それは良かったですね。斎藤元はニューヨークでレストランを経営している名物女性経営者である。森田さん、あなたは日本のため、日本人のために五番街に日照旗をあげてくれたんですよ。
よく電話をくださいました、お互いね頑張りましょうと。つまり森田さんは本当にインターナショナリストでありながらナショナリストでもあった。そのナショナリストがやっぱり爽やかなナショナリストなんですよね。だからさっきの後書きで読んだように、日本人として誇らしい日本人が世界を庭として駆け回って日本人のステータスを高めてくれた、こんな嬉しいことはあれないでしょうという、そういうふうに私はこの本を書きながら随所でそう思いました。その森田さんは、はい、その海外アメリカにいてもその、戦後敗戦国の日本人ということに縮こまることもなく、本当にもう堂々とされていたので、すごいこうオーラをお持ちになったのかなと思うんですけど、どう思われます？いや、森田さんのオーラに関しては、いろんな話を聞きますよ。アメリカである豪勢なパーティーに出ていた時に、そこにはいろんな VIP が来てたんですが、ドアが開いて森田さんが入ってきたら、それまでのオーラをしのぐオーラが漂ってる人だったそういうふうに言われてますね。とかですね、僕が2年間これ連載している時に、ソニーの広報には何度も言ってるわけですけども、ソニーの広報の女性が、我が社の経営者はオーラがすごいんですよね眩しいんですよっていうような感じで言ってましたよ。だからそれは本当に一つは都市伝説でもありましょうし、一つは本当に森田さんの持っている心身のエネルギーみたいなものが、そういう感じで周りに伝わるんじゃないでしょうかね。半導体の軋轢がありましたよね、アメリカと、ありましたね。あの時に、日本がですね、なんかダンピングをしてるんじゃないかということを調査するために、ソニーアメリカにですね、米国財務省国税局の調査官がやってきたことがあるんですよ。で、経理の部屋かな、なんかに入ってですね、もう厳しい顔、その日は朝早く6人の調査官がやってきて、彼らは容疑者でも調べるかのように硬い表情をし、事務的な口調で次々とさまざまな資料を出すように要求した。で、担当者たちは決して彼らを怒らせるようなことはしてはいけないと緊張して応援していた、応接していた。で、その時だった。資料室のドアが開いて、何かまばゆいものが部屋の中に入ってきた。グッドモーニングエブリバディ、とびきりの笑顔で言ったのは森田だった。その瞬間、調査官たちは上官にキリツッと号令でもかけられた、かのように一斉に立ち上がり、森田の前に直立不動の姿勢をとった。中のリーダーが言った。ミスター森田、お会いできて光栄です。モニターを見るすべての調査官の目が晴れがましさに輝いていた。その視線を受け止めて森田が言った。ソニーにようこそ。ソニーは創立以来、フェアトレードを心がけており、過去にも現在も将来も一切ダンピングはしておりません。本日の調査には全面的に協力しますので、納得いくまで調査してください。森田が部屋を出て行った後、部屋の空気は一変し、調査は和やかなものになった。で、担当者は歓迎しながらこう思った。森田マジックは米国財務省関税局の調査官にも効き目があるのだいいですね、やっぱりこういう人の下で働きたくなりますね。なりますよねいや、森田さんは本当に仕事を楽しんでました。で、ここであえてあげれば、コーファウンダーの森田いぶか、2人は本当に仕事を楽しんでました。もう2人、奇跡の出会いですよね。奇跡の出会いで、2人がその仕事を楽しんでいる空気、それから楽しむやり方、そういうのが周りにあふれて、部下たちもその楽しさ、なんか大きなゲームをやってる時のような、
大きなお祭りをやってる時のような、うん、そういう楽しさなんですよね、うん、だから仕事は厳しくもあったんですよ、うん、厳しそれはね楽しむことは徹底的にそれのルールを覚えたりですね、うん、それをクリアするための努力をしなきゃいけないわけでとても厳しくもあるとても厳しいことこそとても楽しめると厳しくないことは楽しくはないんですよただ楽ちんなものは全然楽しくない、うん、厳しいからこそ楽しさがそこに待っているというか、うん、楽しさがそこに広がっていくというかそういうことを生き方で自分の仕事人生で見せてくれた方ですね、うん、なんか本当にもう10年ずつ長く生きていた欲しかったですねその10年でもう少し日本でそれが広がったんじゃないでしょうか、うん最後にお聞きしたいのが、はいまあ、江端さんがこの小説森田明夫学校を通じて、うん森田明夫さんというのは、江端さんにとってどんな方ですかいやだから表現つまり言葉にならない唯一無二の人だからありものの言葉では表現できないと言った方がいいかと思うんですが、うんつまり神から何か恵まれた与えられた真偽体において本当に最高のものを恵まれた方だと思うんですよね真は心心はね優しい方ですよどなたに聞いても優しい方で、うん、愉快な方ユーモラスな方そういう心に恵まれてるんですね、うん優しいだけだって恵まれない普通はそんなに恵まれないたっぷり優しさを恵まれて、うん、下村さんも言ってましたよね優しい方だっていうことをね、うん、それから義は機能で能力いろんな領域の能力に恵まれてた体体は体グッドロッキングに恵まれてそれからスポーツ運動神経にも恵まれて、うん、運動も上手だったわけですからこの3つに恵まれて実際にそれを使って大きな事業に取り組んでそれも大成功されてだからなんと表す表現がないじゃないですか神の恩寵に恵まれた人そういう言葉遣いこれで合ってるかどうか分かりませんがそういう方だったと思いますね